アレクサンドル・ペトロビッチ・シルコは、現ロシア・モスクワ出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは FW。1976年、現ロシアの首都モスクワで生まれた、FC スパルタク・モスクワのスポーツスクール出身。1993年から1995年までに、リザーブチームで78試合43得点を挙げ、トップチームに上がり、 1995年5月27日、FC チェルノモレツノボロシースクとの試合で、ロシアプレミアリーグデビューを果たした。1996年4月20日、FC ラーダトリアッチとの試合で、トップリーグで初となる得点を決めた。スパルタクでは2001年まで在籍をした。その後は FC トルペドモスクは、FC 新肉ヤロセラブリ、FC テレクグロズヌイに席を置いた。 2005年、シーズン途中で、新肉やロスラブリに復帰をした。翌年はチームでキャプテンを務めたが、チームは下降戦をたどった。そして2006年9月30日、第21節の FC、ロストフ戦ではホームで1-6の大敗を起死した。試合後にロッカールームへ引き返そうとしたが過激な、サポーターから大声で罵倒を浴びせかけられ、我慢できなくなった、シジュコが、 スタンドに駆け寄り、揉み合うなどの乱闘騒ぎを起こした。後日、事態を重く見た、ロシアサッカー連合から10試合の出場停止が、課されたが、後に5試合の出場停止処分となった。2006年11月5日、第26節の FC ロコモティフモスクワ戦で晴れて、復帰を果たしたが、そのシーズンで、新肉やロスラブリは降格した。それに伴い、シルコは退団して、 FC トムトムスクに移籍した。2009年 MVD ロシーモスクワにて現役引退をした。1999年3月31日アンドラ代表との試合でロシア代表デビューを飾った。2001年9月5日2002フィファワールドカップヨーロッパ予選のフィンランド戦で代表初得点をマークしたが、この試合がロシア代表での最後の出場であった。 ありがとうございます。